ヒドロキシルラジカルはヒドロキシ元に対応するラジカルである。王と表される。いわゆる活性酸素と呼ばれる分子種の中では最も反応性が高く最も酸化力が強い。糖質やタンパク質や脂質などあらゆる物質と反応する。しかし、その反応性の高さゆえ通常の環境下では長時間存在することはできず、生成後速やかに消滅する。 過酸化水素への紫外線の照射や、酸性条件で過酸化水素と2価の鉄化合物を、触媒的に反応させる方法によって生成される。ミトコンドリア内部や、細胞内において、フェントン反応によって生成するヒドロキシルラジカルは、ミトコンドリア機能障害、細胞障害を誘発し、ガン、パーキンソン病、認知症等の難病の原因物質として知られるが、分子上水素は、 細胞内だけでなく、ミトコンドリア内部にまで、容易に透過して、ミトコンドリア内部で発生するヒドロキシルラジカルを、水分子に変換し、難病を予防、改善させることができる。オーラジカルは、パナソニック、ダイキン、シャープなど数社が、各種空気清浄機などにおいて、有害物質除去に働いていると主張しており、効果が一部認められたような検証動画もある。対して、 大ラジカルには効果がなく同時に発生するオゾンによる効果であるという説もあり、またそのオゾンの濃度について実規格の基準値を超えているとして安全性を疑問視する声もある。ありがとうございます。